はい、どうもおはようございます。なかなかですね、お仕事の方忙しくて、まあやっぱ車屋さんは割と寒い時期って忙しいんですよ基本的に忙しいんですけれども、まあそれもありまして、Vlog もそうですし、メインチャンネルの方も、まあ前ライブ配信はしたんですけれども、ちょっと作業の動画撮れてないというのがありまして、ちょっとね申し訳ないんですけれども、まあそのあたりは気長にお待ちいただければなと思います。撮ってはいるんですけれども、編集する暇がない感じですので、まあそのあたりは休みの日とかにぼちぼちやっていこうかなと思います。で、今日もですね、やることはたくさんありまして、車検もそうなんですが、一般整備がちょっとね溜まってきたので、暇を見て消化していこうと思います。部品はあるけれども、まだ修理に至ってないっていうのがよくあるんですね。それをね、消化していこうという感じですね。で、あと、これツイッターでも言ったんですけれども、よいしょ。この、デッキですね。カロッツェリアの MVH7500SC ってやつですね。これがやっと届いたんですね。これちょっとお客さんにつけるんですけれども、これ、最初僕買った時は、Amazon かな。Amazon で買ったんですが、注文したけれども商品が届きませんでした。で、調べてみるとどうやら、まあちょっとやられてしまったようで、騙されてしまった感じがあったんですけれども、今回はなんとか商品の方到着しました。で、これもですね、やっぱり半導体不足による影響だと思います。今でこそだんだんと供給は始まってきたんですが、ちょっと前までは半導体不足でこういったデッキがですね全然入手できなかったんですね。で、僕もネットもそうですし、オートバックスとかそういう量販店とかも行ったけれどもなかったんですね。で、聞いてみるとやっぱり、その供給するめどはもう冬1月とか2月になってくるという話でした。で、まあ今1月もう終わりになったんですけれども、それでやっと回ってきたという感じですね。まあこれもですね、本当に、まあ注文したんですが本当に来るのかなっていう、一度やられてますんでちょっとねビビってたんですけれども、まあなんとか部品商品到着しました。ちゃんとしたものですね。きちんと中身も確認して、おかしなことになってなかったんで、ちゃんとしたものが到着しましたということで、まあ半導体不足、まあコロナの影響はすごく大きいんですけれども、それで半導体不足が続いてるんで、まあなかなかですね、このデッキに限らず、車もですね、手に入らないというのがあります。なんだっけ、ハイラックスとかなんか数年待ちとかね、ありますし、そうじゃなくても、普通の車っていうか、よくみんなが乗っているような車とかでも結構納期長いです。1月では来ない可能性が非常に高いですので、例えばもう3月になると新成人の方とかが車乗り始めると思います。そういった方はもう今からじゃ多分遅いかもしれませんけれども、もう車を早く用意しておかないと、その新年度に車が乗れないっていうことがもう実は起きてますので、まあそういった方はもうちょっと新車を諦めて中古車行くっていうのもあると思います。なんで今中古車屋さん結構忙しいようですね。まあ僕もなんかビッグモーターとかそういったところ見て、そういったところの人のお話聞いてきたんですけれども、まあ結構ですね、売れているというか、新車が手に入らないので、中古車、もしくは新古車に回っているというのがあるようです。なんで、ちょっとね、車の方も、中古車価格がすごく上昇しているという傾向があるんですね。やっぱりもう新車が買えないので、もう仕方ないんですよね。買えないけども車はやっぱりいるというのがありますんで、もう仕方ないからもうその中古車に行くと。で、その後中古車の需要が高まって中古車の価格が上がっているというのが今現状らしいんですね。なんでそのあたりですね、もう新年度に向けて車ちょっと用意したいなって方はもうちょっと遅いかもしれないですけれども、早めの段取りをしておかないと思うように手に入らないというのが現状ですので、ご注意いただければと思います。さあ、作業をする前にですね、今のうちにちょっと溜まっていた質問も消化していきたいと思うんですけれども、いただいた質問が車のメンテナンスですね。新しい車に乗り換えました、セレナの e-power に乗り換えたということで、で、これをまあ長くなるべく乗りたいので、どういったメンテナンス方法をしていけばいいのでしょうかという質問いただきました。で、これなんですけれども、これは僕多分過去にもお話ししていると思うんですが、このメンテナンス方法なんですけれども、これ僕が言うよりも
そのメンテナンスをお任せできる、信頼してお任せすることができる整備工場を探す方が確実なんですね。例えば僕がここでなんかこうやった方が長持ちしますよってアドバイスするよりも、やっぱり普段行っている車屋さんが信頼できるのであれば、そっちの方と相談してメンテナンスを決めていくという方が正直現実的だと思います。なので、こう僕に教えてくださいというよりも、こうやって信頼して教えてもらえる車屋さんをまず探すっていうのが、その車を長く持たせるための秘訣だと思います。やっぱり行きつけの車屋さん、気軽に相談できる車屋さんを一つでもいいんで見つけておけばですね、何かあった時にすぐ相談できるっていうのもありますし、そうメンテナンス内容についてもある程度スケジュールを立てたりだとか、ここはこうだからこうした方がいいっていうアドバイスも受けやすいと思うんですね。やっぱそれの方がこの僕のアドバイスよりもはるかに、レスポンスも高いでしょうし、こう僕はこの今質問してくださった方の車の状態を見たことないのでお答えしようがないんですね。やっぱり車っていうのは乗り手それぞれやっぱり消耗する感じとか違いますし、男の人が乗ってるのか女の人が乗ってるのか、若い子が乗ってるのか、お年寄りが乗ってるのかとか、1日の走行距離は何キロなのか、乗ってる頻度は1週間に何日乗ってるのかとかで、やっぱりメンテナンスのスケジュールとか全然変わってくるんですね。なのでそういったことを配慮するためには、やっぱり行きつけの車屋さんと親密になっておいて、その車屋さんからの適切なアドバイスをいただいて、そのアドバイスに沿ってメンテナンスしていった方が結果的に、安くしかもしっかりメンテナンスできると思いますので、ぜひですね、質問いただいた方は行きつけの車屋さん、信頼できる車屋さんをまずは探していただくのが、長くもう少しでも長く乗るための第一条件だと思っていただければと思います。さあ、あとちょっとね、小話していこうと思うんですが、これ僕普段、作業している時に履いている靴下なんですが、僕はもう本当ね、つま先がすぐ破れちゃうんですよ。なんでもう靴下はですね、もう使い捨て感覚で使っているというか、もう穴開くのもう前提で使っているという感じなんですね。なんで何かこう先端じゃねえ、つま先の穴が開きにくい靴下ないかなといろいろ探してるんですが、今回ちょっとねホームセンターで見つけてきたのが、なんかこの先端とかかかとが破れにくいっていう靴下にしてきました。なのでこの先端とかつま先とかかとの部分グレーになってますよね。色が違いますよね。ここが強化されているのかどうかちょっと分かんないんですけれども、そういうことらしいです。なのでこれでね、ちょっと破れなければいいんですが、皆さんどうです？こうつま先のここがすぐ穴開くって人、いるのかな、僕だけなのかな、ちょっとよく分かんないんですけれども、なんでなんかおすすめの靴下もしくは穴が開きにくい対策があったらちょっと教えていただきたいです。さあ、あと今日はこれですね、ハイエースのリアのホイールベアリングですか、これの取り外し作業を行っていました。かなり厄介です。ただこれちょっとね、動画撮る余裕がなかったんで、もう動画にはしておりません。もうこの紹介だけですね。こういった作業をしましたということですね。こういった自作工具みたいなものがあると作業的にはやりやすいです。多分これネットとかで調べていただければすぐわかると思います。ハイエースリアハブベアリング交換というふうに調べていただければやり方がわかると思うんですね。結構ね、ややこしいので、こんな感じで、なんとか外れたんで、あとつけていくだけですね、やっていきたいと思います。さあ、なんだかんだ作業していたらもうですね、6時になってしまったんで、 Vlog は終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の Vlog でお会いしましょう。さよなら。